イギリス BBC の報道です国際通貨基金 IMF は中国政府に対し経済データ特に経済成長率の正確さの改善を呼びかけました以前から中国政府の経済データの信憑性は国際社会から疑問視されてきています。中国国家審査計画書の元副所長東大正氏も 中国の経済データの捏造は非常に深刻であると認めています。アメリカ US ニュースワールドリポート紙の報道です。最新の国際的な研究によると、毎年大気汚染が原因で病死した人が330万人を超えました。この中で中国の死者が最も多く140万人に達しています。 大気汚染問題を改善しなければ2050年までに死者は2倍になると予想されていますフランスラジオフランスアンテルナショナルの報道です中国共産党の反腐敗キャンペーンが国営石油企業で進められておりシノペックの王天府元社長が投石を剥奪され司法機関に移送されました 王天府には職権雷用や収賄などの権威がかけられています。台湾の連合支部門の報道です。中国当局による兵力30万人削減発表に伴い、軍事学校の再編成も始まりました。現在150箇所ほどある軍隊の教育施設は29箇所に削減・再編成されると予想されています。 これは中国共産党40年来最大の軍事学校の再編成であると言われています。新東人テレビがお伝えしました。